はい、酒好きな、新潟人のいい酒動画始めていきたいと思います。今回はね、これはレアです。レアというか、キリンの一番搾りの仙台作り。これちょっとシールで隠れちゃいました。仙台作りって。これ新潟でも売ってたんでね。これ9つぐらいの、工場のバージョンがあって、9種類ぐらいあるんですよ。このなんとか作りっていうのがね。それの新潟でも売ってました。コンビニで買ったんですけど。仙台工場限定醸造というね、一番ね、その中では一番やばそうなね、これ放射能のやばいだろうって、いう感じのやつが売ってたんで、まあいいかと思って、俺は関係ないんで、俺、基本気にしないんでいいんですけど。アルコール度数 5%。宮城の旬の美味しさを引き立てる一番搾りです。地元の皆様への感謝の気持ちを込め、一番搾り製法で素材の旨味を引き出しました。東北産ホップの華やかな香り、そして宮城県産ササニシキのすっきりとした後味が、宮城の旬の美味しさを引き立てます。腕によりをかけて作った一番搾りです。仙台工場を醸造町、菅場永期。絶対違う。原材料が麦芽とホップと、あ、米使ってる。あれ？これ、一番搾り違うな、やっぱりね。もう原材料がもう違うもんね。一番搾りって基本的に普通のやつだと、麦芽 100% なんで、麦芽とホップだけなんですけど、これ米使われてますね。これ、カロリーが41キロカロリー。へぇ。工場見学予約専用の電話番号が書いてありますね。これは一番やばいだろ、絶対。一番やばいでしょ。もう、本当に宮城県の人には申し訳ないですけどね。正直ね、やっぱり、まあ、原発のやっぱ影響絶対あると思うんですよ。てか大体そこら辺の人間の人も確実に放射能浴びてるからね。かわいそうですけどね、本当にね。なんか、こう、復興復興って言ってますけど、今これどうなったんですかね。あ、めっきり聞かなくなったんで、わかんないです。乾杯。まあ俺別にぶっちゃけた話。まあただ食品飲んだだけでまあ別にね。そんなに放射能の影響とかの腐るほど、まあクソクソくらいなんですけど。ただ東北産ホップとかさ、言ってもなんかあれだよな。宮城県産ササニシキ使ってるとかさ、なんか言われてもさ、なんか、ねえ、こう、うまいっていう、そのあれに、どうしても、で、無理だよね。もうこのご時世というか、無理だよ。はっきり言って。本当に、かわいそうなんですけど。被災者もあれだけの事故起きたわけですかね。はい。ということで、亀田の、柿の種のわさび味。これ美味しいんだよね。つまみにね、いいんだよ。まあだからね。で、しかも俺味音痴なんで、ぶっちゃけた話よくわかんないんですよ。こう、一口飲んで。ん？これは、コクが違うわ。とか、ちょっとほのかに甘みがあるぞ。とか、多分、絶対わかんない。もう普通に多分一番搾りと、こっちの一番搾りを飲み比べて、こうやって、こっち飲んで、こっち飲んでってやっても多分わからない。全然わかんない。100%わかんない。
もう分かる気がしないもん。これ全然分からん。うん。だいたい、一番搾り好きじゃねえんだよ。これは。俺一番搾り好きじゃねえんだ。だいたい。薄い。味が薄い。前も言ったんですけど、こちら一番搾りのなんとか作りが、地域限定の、北海道と横浜と神戸と福岡と岡山と滋賀と名古屋と取っ手と仙台。9つ。まあ、ぶっちゃけた話。この中で一番飲みたいのは北海道。だね。一番なんかうまそうなの北海道ですね。なんとなく。で、南も飲みたいんで、一番北のやつと一番南のやつ飲みたいんで、福岡も飲んでみたい。で、今回飲んでるこの仙台作りですが、東北への思いを注ぎ込めるだけ注ぎ込もう。再稼働が危ぶまれるほどの 大打撃を受けた仙台工場。その復興にも関わった醸造家の、菅場は、東北への思いを語る。地元への恩返しがしたい。宮城のものは絶対に使いたかったんです。まず決めたものは宮城県産笹錦を使うことだった。他のお米よりも手間がかかるんですよね。でも地元の農家さんはこだわりを持って育てている。素材に対する愛情というか、そんなところは、霧のビール作りと似ているんですよ。ホップは東北産のものを選んだ。宮城だけでなく、東北全体の感謝も示したかったんだという。一番搾り製法だから、東北の素材の美味しいところだけを引き出すことができました。心を込めて丁寧に作り込まれた美味しさだ。何気ない日常の食卓でこそ、飲んでいただきたいですね。家庭の味こそ、宮城の味ですか。この一番搾りは地元への溢れるばかりの愛でできている。まあいい。うん。まあいいんですけど。爽やかな味、花のような香り、そして味のバランスが、苦味と甘みのバランスが一番真ん中の5段階評価で三つ星、そして喉越しが、コクとスッキリのバランスで言うと、スッキリが側に行ってるね。だから、ちょっと、スッキリ側。だから、コク色化はスッキリしてる。本当なのかは全くわかんない。本当に全然わかんない。マジで。これ味比べしてさ、全部当てたやつさ、もうあれじゃね、神だね。神だと思うけど。福岡。一番苦いのはどこだこれ。あ、やっぱ大体あれだな。なんか同じような感じになったんだ。あ、一番横浜具作りがコクと苦味が強めだ、結構。一番コクが強い。あ、しかもアルコール度数も違うわ。すごい 6% だ。こっち 5% なのに。
横浜作り 6%。これ横浜作り飲みてえわ。しかも爆破とホップで、ホップだけ。へえ、結構違いますね。米使われてんの逆にこれ仙台だけじゃねえよ。もしかして。あ、マジかもしんない、これ。他のやつ米使われてないぞ。まさか。あ、これだけだ。仙台作りだけだ、多分米使われてんの。あれ違った、北海道作りも使われてた。なんだよ。米使われてる一番搾りってかなりレアだなと思って、これ。あの、転売できるかなと思ったけど、できねえな。北海道づくりも米使われてるわ。ダメだ、これ。うん。あ、横浜づくり一番飲んでみてえな、これな。しかも、取っ手ってどこなんだろう、取っ手って。鳥取じゃないよね。取っ手なんて俺聞いたことないんだけど、地名で。どこだよ。取っ手ってどこだよ。本当に。知らないぞ、こんなところ。日本であったの？鳥取じゃないよね。鳥取は全然違うよな、場所的に。取っ手ってどこだよ。神戸作り、横浜作り飲ましてくれ。横浜作り飲みたい。あ、神戸作りも米入ってるわ。まあでもある意味これレアだな。多分この中でいた、多分、ある意味一番レアかもしれん。いやでもそうでもないか。なんか、あの一番搾りのほら、あの、東北産ホップ使用とかも出てるから、逆に一番、しょぼいかもしれん。下手したら。でも一番搾りってさ、すごいな。こんだけ多分売れてるんだろうな。その9つのやつで出すっていう、のもすごいけど、一番すごいのは、あれですよ。なんと缶の 135ml 缶という、むちゃくちゃちっちゃい缶が売ってるっていう、これぐらいの、こんぐらいのやつ。すごいよ、これ。135ml 缶だよ、これ誰が飲むの、こんなの。本当に誰が飲むのって感じなんだけど、これ、本当に誰想定してんのこれ。で、250ml 缶もあるんだよ。で、350ml 缶もあるんだよ。まあ、それは350は普通としてもね。250ml と 135ml ってあるってすごい、本当にすごい。誰想定してんの？まあ、250はまあ、酒飲めない人に想定してんだとして考えてもまあ。うん。まあ納得はできなくもないけど。250の半分ぐらいだよ。135ml 缶か、お前。誰が飲むんだよ、お前。マジで。135とかお前一口の飲めるわ。何がしたいのこれ。絶対これ高いんだよ。逆に高いんだよ、135とか。逆にこれ。一番搾り、多分。逆に高いんだよ、こっちの方が。スーパードライもそういえば135、超ミニ缶みたいなのあったんだ。逆に高いんだよ、こっちの方が。無駄に。これ何が、誰想定してんのこれは。本当に誰を想定してるかわかんないんだよね。135ml 缶。しかも多分。
値段そんな変わるのこれ。あんま変わんないと思うんだよね、逆に。そんなに変わんないと思う。おそらく。おそらくね、多分ね、変わんない。値段。値段ググってみますか？価格 .com で見てみると、一缶だいたい100円、え?100 円？100 円ですね。は？高っ。え？だって350ml 缶で180円ぐらいですよ、普通。それの1、まあ、2.5 分の1ぐらいはあるでしょう。小ささとして。高っ。これ普通60円ぐらいですよ、多分。70円もしないか。ちょっと待てよ。ほんとそれぐらいだと思う。350ml 缶で多分180円ぐらいだ。180円で、多分 2.8 分の1ぐらいだから、だいたい3分の1ぐらいの値段として、60円、70円ぐらいだ。あ、でもそう考えると70円。あ、いや、70円もなのか。まあ、まあ、仕方ないか。仕方ない。仕方ないか。70円か。ああ。まあ、値段的にはあれだな。割とあれだな。まあ、ちっちゃい方が高いっていうか、その、ね、量的に考えるとやっぱ高いっていうのはわかる。でも、誰これ想定してんのかっていうの気になるんだよね。これ誰が飲むのって。まず。わかんないな。誰飲むんだろう。全然わかんない。女性？いや、女性にしてもこれは飲まない。こんなちっちゃいやつ飲まないだろう。こんなの飲むの？こんなの飲む女性がいるらしいですよ。アサヒスーパードライ 135ml 缶でございます。お疲れ様は自分と、この可愛い子ちゃんをキュッとやるのがいいのです。がっつり飲む気にはなれないけど、お疲れの一杯。全く同情できんな。全く同情できん。全然、何それって感じ。まあ、とりあえずですね。この仙台作りに関しては全くわからないんですけども。まあでも仙台って俺行ったことないですね。まあ、前の動画でも言ったんですけど、いいね。こう、気の合いそうな女性に限って、遠いところにいるというのは、まあ言いましたけど、俺今までですごいなんか、いいなって思った人が、青森にいて、で、俺がもう、
俺行くわと思って、青森行くわと思って、LINE でね、やり取りしてたんですけど、そしたらその人がですね、彼氏候補ではないって言われて、すっごい仲良く、やってたのに、友達止まりだったみたいで、なんかね、あれがね、友達以上にはちょっとなれないみたいな感じで言われて、ポカーンってなって、じゃあいいわと思って、俺から切ったんですけど、俺からこう、もうね、連絡を切ったんですけど、まあ今となれば、まあ結構ゲームが好きな人だったんで、俺もゲーム好きなんでね、まあちょっとゲームの話で盛り上がってた方が良かったかなと、友達のままで良かったかなという感じもするんですけどね、まあ、難しいですよね。まあ、少なくとも、ただまあ、ちょっと遠距離恋愛というのはね、ちょっと厳しいものがある。まあ、この腰痛やっててね、知り合った女性っていうのもいますからね。知り合ったっていうか、ね、その人もね、千葉の人だったんで。まあ逆にね、ちょっとね。まあ、新潟だったら普通に喜んで会いに行ってましたけど。残念だけど、さすがに千葉は厳しい。さすがに。まあ。遠いとね、お互いのためにならないですから、特にね、まあ別にね、俺は別に遠いとこでもまあ行ってもいいんだけど、やっぱりその人がかわいそうだからね。なんだかんだ言ってね、結構、あれですからね。相手のことを思うとやっぱり、これ無理だなって。特に千葉あたりだったらね、まあ、結構人口もいるんで、まあ、結構出会いはあると思いますし、ね。まあ、新潟よかは多分、十分。まあ、俺よかね、いい方々が、いられると思いますね。本当に。遠距離でね、寂しい思いをさせるのはやはり、男としてはね、噛みましたけど。男としてはちょっと、きついよね。まあ、あと、まあ、俺はまあ、ないんですけど。遠いとやっぱり浮気がなんか、ほら、心配になったりとかっていうのはあるのもありますし。まあ、俺に限って言うと、まあ、浮気するっていうか、まあ、俺、浮気したいはしたいですけど、する、あれが相手がいないからね。絶対に浮気はないと思う。100% ね、浮気はね、できない。それはモテる人間ない。浮気っていうのは結局、モテる人間だからこそ浮気ができるんですよ。そこなんでね。だからね、浮気っていうのはね、本当に、その人がモテるからこそ、特に女性だとね、やはりね、結構、まあ、女性っていうのは女性ってだけで結構、可愛がられることが結構ありますから。男だったら基本的に女言い寄ってこないからね。本当に俺の職場も全然言い寄ってくる人間いないですから。まあ俺自体がほぼ喋んなければ
相手から喋りかけてくる人間多分いないです。多分いないっていうか、誰もいないからね。だからこそ、寂しくてね、あれになったんですけど、出会い系をね、やるようになったわけなんですけど。まあ、皆さんもね、まあ、これ言えることではないんですが、少なくとも遠距離出会いはね、ちょっと、俺も昔やったことありますけど、かなり寂しいんで、やめた方がいいです。と、まあこんなもんだな。3、3、違う、2、3、3、3で少しありがとうございました。